第一三共三共三共株式会社は、かつて存在した、日本の医薬品メーカー、第一管銀グループ、水穂グループに所属していた、東京都中央区日本橋本町3の5の一に、本社を置いていた、スローガンは、ケアキュアで人と向き合う。三共は、特命合資会社、三共商店として、資本金3000円で1899年3月1日に、 塩原の本業だった横浜絹物のの会社の敷地内に設立された当初はアメリカでジアスターゼの大量抽出法を開発した高峰上基地との間に日本、中国、朝鮮における独占的な販売許諾を契約を結び高ジアスターゼと命名して輸入販売した三協という名称は創業者である塩原又作と塩原の かつての同僚で有田がかとの交渉を担当した西村翔太郎、塩原の議定である福井源次郎の3人が共同出資したことにちなむ。1901年、横浜家の物会社の解散とともに、横浜弁天通りに三協商店として、斉藤騎士、三協商店薬品部の名称が使用されるようになる。 翌年の1902年に広報との間にアドレナリンの独占販売契約を結ぶ。また、日本橋に高地屋スターゼの製造元であるパークデイビス社の総代理店を開設し、武田町兵商店と提携して商材と販路を拡大した。1905年に箱崎に箱崎工場を開設し、製薬業に進出する。1九0年に合資会社。 三協薬品合資会社に改組。翌41年、欧米のイカ機器を輸入販売するイカ機器部の設置を契機として三協合資会社に改称した。1908年に品川に品川工場を開設する。各っの特効薬オリザニンなどを開発し、輸入薬の国産化を進める主力工場となった。1913年に三協株式会社に改組。 初代社長に広報を迎え、塩原は専務取締役となる、アジア圏での高地アスターゼの製造権を獲得し、国産化を実現した。1921年9月、理研の鈴木梅太郎指導の下、合成製紙開発に着手。1923年には、小西新江モンラーと共に、大和醸造株式会社を創業、塩原も代表取締役に就任した。 戦前には製薬業以外にも多角化戦略として農薬事業やベークライト事業、自動車販売代理店などを行っている。モーターサイクル事業としてハーレーダビッドソンの輸入販売を行い、金輸出再禁止によって輸入車の価格が高騰した。あとは国産オートバイの開発に着手し、昭和8年に陸王号を完成させた。 陸軍に採用されるなど陸王号の需要は拡大し、昭和12年に子会社、三協内年期が設立された。1983年から2002年までの創業記念日の3月1日には、創業記念広告シリーズを新聞などに掲載していた。2005年9月、第一制約と持ち株会社方式で経営統合。2005年4月に三協を抜き協会2位となった。 アステラス製薬を抜き、武田薬品工業に次ぐ、業界2位となった。共同持ち株会社として、第一三共株式会社を設立。2007年4月に第一製薬ともども第一三共に吸収合併され完全統合した。1941年8月の広告、写真集法第185を裏表し、 他1978年、1981年、1982年、1983年から1992年、1990年代、前半のスポンサー1990年代のミニコーナー、ありがとうございます。